ウルカソーシネマキ始まりました。はじめまして、佐々木ウルカです。まず第1回目、自己紹介です。YouTube をやるきっかけとしては、直近の試合で、いいパンチをもらいまして、2箇所骨折しちゃって、今ここと、ここに、プレートが入ってるんですけど、で、その時に結構大きい怪我だったんで、結構ナーバスになって、気持ち落ち込んでる時は結構あったんですけど、そんな時でもやっぱりファンの人たちとか、ファンじゃない人たちもそうですけど、たくさんメッセージくれて、まあ頑張ってとか、復帰待ってるよとか、自分たちも大変な状況とか、苦しい状況とかもあるのにもかかわらず、こうやって僕の方にもメッセージくれて、頑張ってよって言ってくれる、そういう人たちにすごい強さを感じますし、そういった人間になりたいですし、動画をね、YouTube を通して、もうファイターとしてもそうですけど、人間的に強くなっていく様を見せていけたらいいと思いますし、そうやって元気をくれた人、その逆に僕がそういった人たちにパワーをくれる、そんな動画にしたいなと思ってます。どんな人に見てもらいたいですか？はい、いろんな人に見てもらいたいですね。それこそ僕みたいな怪我してる人もそうだし、辛い状況の人もそうだし、見てやっぱ一個元気出たなって言ってくれれば僕幸せなことです。はい、はい、それはどんなジャンルとか、まあ、系統でやっていきたいと思いますか？はい、系統ですか？はい、まあでもやっぱ楽しい動画にしたいんで、まあ楽しいっていうのはモットーに、復帰までの道のりがあるんで、やっぱり顎今折れてるから、まあ、気をつけながら強くなってくるところも見せつつ、まあ楽しい動画にしたいと思います。はい、じゃあ1年後の目標を1年、はい、1年後の目標、はい、動画の目標としてはやっぱり今僕を見てくれてるファンもそうですけど、そうじゃない人たちに向けてもやっぱりたくさんの人たちにパワーをくれる人間になりたいんで、この動画もね通してしっかりたくさんの人に見てもらえるように、広まるように頑張ります。じゃあ最後に、はい、チャンネル登録チャンネル登録お願いしますね、締めのポーズです。締めのポーズです、はい、締めのポーズって、ね、初めて言う締めのポーズ。2020年これから始まるウルカソーシネマキ、ぜひね一回見てもらって楽しんでもらって、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございます。ウルカでした。ウルカ